点検を受ける刑事射撃訓練を行う熊本県警察刑事部の人質立てこもり部隊刑事とは一般には私服で犯罪の捜査や犯人の逮捕に従事する警察官を指す属称日本語の刑事は一般には私服で犯罪捜査などに従事する警察官を指す属称として用いられている。日本では一般的に事件捜査に従事する 警察所刑事課、生活安全課、警察本部刑事部、組織犯罪対策部、生活安全部に所属する管理職ではない私服の警察官を指す。特に警察内部では、階級が巡査、巡査長でこれらに所属している者を刑事と呼び、巡査部長でこれらに所属している者は部長刑事と呼ばれ、警部補以上の者のは係長などと役職で呼ばれる。ただし、 日本の各警察本部や各警察署の刑事部や刑事課に所属する警察官については基本的には私服で活動するが鑑識課や鑑識係など私服で活動しない警察官もいるため私服警察官を刑事と捉えるのは間違いという指摘もある。実際には各警察本部や各警察署の刑事部や刑事課のほか組織犯罪対策課 国際捜査課、生活安全課などに配属されている警察官が刑事と捉えられている。いずれにしても、刑事は法律上の職名ではなく、各警察官あるいは各警察署の認識により、刑事と捉える範囲は違うのでないかと言われている。なお、英語のディテクティブの訳語に、刑事が当てられることがあるが、ディテクティブには、私立探偵の意味もある。また、アメリカでは、 ディテクティブが警察官の正式な役職、階級の名称となっている場合があるが、厳密には、職種は刑事に限られているわけではない。ありがとうございます。